してください。いや、気持ちはありがたいんだがな。早く食べないとダメです。治らないじゃないですか。はあ、なんだよそりゃ。本当だ、すごい魔力残滓だね。ちょっとユイさん、新たと顔が近いですよ。ところで、こちらの方はどういったお知り合いなんですか？ちょっと縁があって、一緒に旅をすることになったんです。恋人。え？違う？のように手をつないでいたとか、美人ですからね。男性なら仕方ありませんよね。美人と手をつなぐなんて、きっと夢のような心地でしょう。仕方のないことだと思います。まずい。なんか変なスイッチ入ってるぞ。兄貴さ、一つ聞かせてもらってもいいかな。え？最近ルベリアさんをこの部屋にあげたことは？え、いや、実はまだこの部屋に呼んだことは。ルベリアさんはこの部屋に来たこともない。もちろん他の女を連れ込むはずもない。じゃあよ、兄貴、この女物下着とアクセサリーと化粧道具と長い髪の毛は一体誰のもんなんだよ、兄貴。ベラの魔力を付与した指輪を作ってみたんだ。ちょっとはめてみて。これで魔力が上がるはずだよ。今日一日試して様子を見よう。はい。薬指は許しませんわよ、薬指は。はい、今日はテストをします。えぇ、ーお姉ちゃんがキスしてあげる。何言ってんだよ。罰ゲームなんて言った罰よ。ちょっとドキドキするわ。ダメ、もう我慢できない。散らさないで、ケイちゃん。罰ゲームだからな。はい、そこまで。あった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 ごめんね。軽い。お待たせ、未来の伴侶の到着よ。いやーね、そんな顔しちゃって。テレ屋さんなんだから。いや、照れてないから。離れてください、トールは私のデュオです。あら、もしかして泳げないわけ？デュオならトールの邪魔にならないようにしないとね。君彼女いないの？だったら私君と付き合うわ。アホか、あんた何言うてんのや。だって好きになったんだもん。まあキスぐらい当然するよね。猫。ねね、猫さん、それはダメです、耐えてください。知らない、私じゃない。猫さん、お待たせ。ふーん、ずいぶん大量ね。え、あ、まあね。目が完全に残虐姫に。すみません、これはその、そんなにいっぱいあるなら私のなんて必要ないでしょ。え、あ、そんなことないよ。新垣さんのチョコがあるなら欲しいよ。お世辞なら結構よ。違うって。まあ寝たら元に戻るんやけどね。それ結局肌強いのか弱いのかどっちなんだろう。え、本当に海などではないのだな。ああ、うん、ほら、制服の形に焼けとるやろ。あ、